口です。はい、また、来させていただきました。このブドウステーションなんです。いや、僕嬉しいですよ。え、久しぶり。1年ぶり。1年ぶり。ジー君と、あと川島先生。川島先生の方が先からか。川島先生の方が3回目ですよ。はい、はい、ここもね、なかなかね、新宿についてちょっともうちょっとディープなね、ディープな場所ですよ。いつものところですけれども、はい、五色太極拳。でも、あれですか、太極拳って僕ら正直そんなに知らないじゃないですか。知らないですよ。太極拳のイメージは、なんかこう公園でおじいちゃんがこうなんかやってるっていう動きをやってると、うん、でも、これは武道っていうか武術なんですかね。武術と、うん、中国の武術ってことですよね。そうそう、そのどこにその武術的な要素があるのかは、はい、までは我々は分かってない。分かってない。でしたらということで、はい、ぜひ武道ステーション来てくださいとお声掛けいただきましたので、ありがたいですよ。もう嬉しいです。はい、早速先生出ていただきます。はい、先生お願いします。お願いします。はい、五色太極拳、私陳剛と申します。陳剛先生です。よろしくお願いします。お願いします。ます先生、日本語はもうペラペラですか。平成元年に来てるん で、はい、で一応、まあ、専門学校を経て大学はちょっと残り1週間ぐらいで中退しました。残り1週間で、ね、太極拳は 何歳の時から始めるの。私12歳の時からやってまして、はいはいはい。で、あの、まあ、あの、かれこれこれでもう45年目。達人中の達人ですよ。五色太極拳っていうのは、その、なんなんですか、普通の太極拳とはまた違うんですか。多分最古の形だと思います。ということです、歴史的にはどのぐらい。歴史的には短いです。だから歴史はまだ150年以上。150年、短いですよ。めちゃくちゃ長い。六大流派の中では多分4番目ぐらいでしょうか。あ、そう、歴史的に。あ、実は歴史が浅いです。なるほど。あ、でも6つも六大流派ってそう言われてる流派があるんですね。そうです、そうです、そうです。じゃあちょっと早速ですね、その五色太極拳とは何なのか。まあ、その武術というものであると思うので。そうですね。で、はい、太極拳って言っても本当は一つの原理しかないんです。一つの原理、うんうん、はい、はい。どの流派にしても実は一つの原理なんですよね、はいはい。太極拳って言ったら、あの、一つの動きで全身が全部動いてるってい う、うん、いう話なんですね。一つの動き、だから、あので、皆さんからしますと、例えばこの動きだと、はい、メインはやっぱり腕じゃないですか、はい。太極拳の場合だと、もう腕もだから体もほぼ同じ風に動いていくとっていう感じですね。だから、だからゆっくりなんですよ。ああ、なるほど。あの、でだけだったらこれでいけちゃうんですので、はい、で、あの、全身が一緒に動くわけだから、そうするとゆっくり動くしかないんですね。で、はい、だからこんなにゆっくり動いていくっていう話です。早かったもできないというか難しい。いや、だから、あの、最初はできないですよね。で、あの、まあ何十年でもやれば一応ちょっと全身の動きできたりとかしますけど、はい、私だって結構修行不足で、修行うまくいくかいかんか、それは分かんないですよね。で、太極拳の世界で40年、50年って、ね、どうってことでもないらしいんですよ。他の先生の話とかを聞いてると、はい、あの、出ていく、例えば出ていくとしたら、あの、変な話、こういうふうにね、出ていくとしますよね。出ていくとして、で、この、はい、こっちの膝の方が、なんとこのように、例えば前後、左右、上下、実は動いていないんですね。全身動いてるんですけど、ただし体の一箇所だけはちょっと止まってるっていう感じ。どうですか、ちょっと皆さんもだと、まあ、なるべく両足前に向けていただいて、こっちも前に向けていただいて、そうすると、そう、後ろから出ていくわけですよね、はい。皆さんの場合だとこれでも一発つけるわけじゃないですか、はい。太極の場合だとここからこういうふうに徐々に体も一緒に前に行って、手も一緒に前に行くっていう話ですから。ですのでね、先生、こういうふうに、ちょっとこういうふうにして、骨盤をもうちょっと後ろに下がってる状況から、はい、そこから体ごとにこっちに少しずつ前に出ていくんですよ。だから、こっちは止まっていくんです。ここだけは止まっていって、あとはこう体が少しずつこういうふうに、こういうふうに前に行くんですね。はいはい、で、あの、要するに、まあ、古代の人って意外とこう考えるんですよ。この一発だったらこの一発の力でしょうと。はいはい。で、皆さんの蹴りで、あの、先生の蹴りとかを見てると、うまいなと思ったのは、
両手の動きが入ってるんですよね。おお、なるほど。で、あの、下手な蹴りだと、私が見てると足だけで蹴ってるんですね。はいはい、それじゃちょっと出ないんじゃないですか、はい、力が。で、両手の動きが入ってると、はい、もう一個関節が入っていることによって、はい、つまり体全体を使っている話じゃないですか。なるほど。体全体。そう、全部使っているわけですね。はいはい、で、太極拳は、あの、こういうふうに言ったところで、全身すべての関節、できれば全部使いたいと。で、けど、それは難しいわけですね。だから何十年やったって、結局あんまり結果が出なかったりしますわけね。あの太極拳って言ったら多分そこなんですよ。そういうことなんですね。全身の骨格を少し軽くして、はい、軽くしてで、はい、今度動けるかどうかっていう話ですよね。はい、全身の骨格ちょっとまあ死んでるところもあったりとかして、はい、で腰椎が死んでるとか胸椎が死んでるとかってそこ一個ずつ何とか動けないのかっていう。なるほどなるほど。動かしていくんですね。動かして動かすってなかなか動いてくれませんもん。こういうところとか動かないですので。はいはいはい、あの人間って意外とこういうところとかってね、あのなかなか動かないですよ、骨。うんうん。肋骨とか。肋骨とか動かないですよね。動くイメージないです。あの呼吸をしても、若干そうするとこの辺がね、若干ちょっと軟骨になってるんで少しは膨れますけど、はい、でここは本格的に例えばガーってもう全部骨がもうほぼバラバラになった状態で動くっていうのは太極拳の修練者のその理想なんですね。先生動くんですか。私ですか、修行不足でそんなに動けるかとちょっと分かる、ちょっとやってみましょうか。で、あのだからあの骨を捉えてくださいね。そうすると肋骨ここ、これです、ね、筋肉を捉えればひょっとしてここで呼吸すると少し膨れますん で、 ああ、 で、 す、ね、ああ、でこの状態多分このぐらい動くでしょうね。おー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 おお、そんなに、え、あ、どうぞどうぞ。まあちょっと動くんですよ。そうするとまああのここでいいですか。私も、あのできれば骨をこう捉えてほしいんですよね。はい、あのこういう骨を、あ、ここ骨ですねってね。はい、おおこんな動くんですか、ここ。あ、でもまだまだ、あ、いやいやいや、私の方が師匠だとね、肋骨一本ずつ単独で動くんです、私の師匠。なんかチームの選手は単独でこっちです。こう今度こっちですね、この下ですね。え、ちょっと古川さん今のやってください、僕触るんで。あの、まあ多分厳しいとは思うんですけどまあまあ、ちょっと、ちょっと、ちゃんと動かしましょう。ちゃんと、ちゃんと動かしましょう。ちゃんとやりましょう。ひょっとしてね、少し高い位置だと、はい、ちょっとここに軟骨があるんで、若干動くんですよ。この位置だと、多分なかなか動けないですよ。肋骨に軟骨がないんですよ。いや、古川さんが今、例えばじゃあ肋骨を動いているレベル1だとするじゃないですか。先生、10ぐらい動くいや、骨格やっぱり自由になれるかどうかっていうのが太極拳の考えですね。でも、水州だって、さっき水州っていう言葉があったんですので、はいはい、水州だって結局はこれの練習なんです。水州僕ね、見たいんですよ。そうです。あの、でね、あの、まず水州っていう言葉、ちょっと説明したいことあるんですけど、押す手じゃないんですよ。はい、世の中、私はあなたの手を押せば水州なんだって、あの、誤解してるんですので、押す手じゃない、遂行する手なんです。遂行。あの、たぶん国語中2ぐらいの教科書出てくると思うんですけど、遂行っていうのは検討っていう意味なんですよね。だから、あの、いろんな手段を検討しましょうっていう、遂行ね、遂行の遂に考えるですね。で、あの、こうじゃなくて、で、あの、叩くっていうこうですよね。遂行、あの、ボールないかな。で、あの、後で書いて差し上げますけど、遂行っていう言葉があるんですよ。で、あの、まあ、どうも中国古代、あの詩人がね、酩酊してで家にあの書いたところでまだ詩を読んでいたわけですんで、はい、そこでその時に、ドアどうしようか、叩いて入ろうか、押して入ろうかっていう迷ったところで水とこうのっていう言葉ができたんですよね。はいはい、だ水舟っていうのはもともと体の動き方を検討しましょうっていう意味なんですよ。で、多分一番悪かったのが当時太極拳がアメなのかイギリスなのかわからないんですけど、向こう日本にはこうしてポッシュハンドっていうふうに
に来てしまったので、はい、全世界で今、じゃあ九州だったら私はあなたの手を押せばいいんだっていう話にはなってしまったんですよ。本当はあのただの押すではなくて、で、あの実質何にもやっていません。互いにあの相手の動きに合わせて動いてるだけなんですっていう話ですよね。ちょっとじゃあ来て、うん、だからあの非常に簡単な話でこのようにしてですね、何も考えていないですよ。でだから私が力があるとか、あのこの人が力がないとかって、でどうぞ動いて、はい、なえただこういう風にあの一緒に動いてるだけなんですよ。私がパーンってここでやったとかじゃなくて、ただし一緒に動いてるだけなんですよね。あの私の家ではね、あの練習しましたら、ここでバーンと私飛ばしましたと、そこで罰ゲームが来ます。ね、なので、これが、まあ、あの通常の推進ではたったこのぐらいのものだと理解していただければ、あとは他のいろんな手つきもありますけども、まあ、あのもしよかったら後でお見せしますが、あの、で実際に何をやったのかって、いや、何もやっていません。ただ、一緒に動くだけなんです。はいはいはい、で、その一緒に動くっていうのは、あのさっき申し上げたんだけど、あのこの膝は上下左右前後動いていませんな。膝だけは後ろは、ね。けど、全身の骨格は動いてます。全身の骨格ができれば手だけではなくて、全身の骨格は一緒に動いているとな。いい話です。でこれが、まあ、あの推進ですね。であのうちね、こういうふうに家で例えば兄弟があの練習しますとパーンって行きました。その罰ゲームが来ます。その罰ゲームね、ぜひ先生たちと一緒にやってみたいなと思ったんですけど。罰ゲーム、そうですよ。でそれで、はい、こういうふうにして両足なるべくこういうふうに前に向けていただいてですね、はい、でそこで互いに顔が見えないです、はい、で自分の背のひらを見て、はい、でそれで手と顔の距離を変えずに、はい、でそしてなるべく尾骨とてっぺんがですね、この両足の真ん中に乗るんですよ。あの通常我々下がるとこういうふうに重心乗ってくるじゃないですか。太極拳の練習っていうのはこういうふうにあのなるべくこういうふうにこの足に乗ってなくて真ん中に乗ってるんですよね。はいな。これが実は一番原始的な推進なんです。この状態でこのまま真ん中で下がるって非常に難しいですね。これができれば結構簡単ですよね。なるほどなるほど。こういうふうに支えてるんで、わざと支えが効かないようにしてるんですね。なるほど。このように。でだからこういうふうに真ん中に来ていただく。どこまで下がるのかって言われれば、まあ、この人もちょっと多分硬いと思うんで、両方の膝が一直線までな。うわ、めっちゃ難しい。で一直線まで下がってもらって、でこういうふうにですね、出てきて、であの体の前に倒れている状況で倒れないといいんですよね、はい、倒れないとここ重心取れますわけ、倒れちゃうと基本的にこの方向行っちゃうんですよ。はいはいはい、だから、あ、こういう素晴らしいね。素晴らしいですね。あ、ここちょっと上げていただいて。で、そうすると、この足で、ね、先生ごめんよ、はい。もうちょっとこの辺に来てもらって。はいはい、この状態で、はい、そこは真ん中に乗りたいんで、もうちょっとこの辺に来てもらって。こっちですね。非常に不安定です。太極拳はね、実は非常に不安定な重心を取ってるんですよね。っていうことですね。なんていうのかっていうのは、肺が飛んできたら、はい、多分重心崩れる。鳥の羽毛が落ちて肩に落ちていったら多分倒れるんでしょうと。なるほど。っていう練習をずっとしてるんですよ。推進っていうのは多分こういう話だと思います。でその練習をしてどうなりたいんですか。それはなんかパンチにしたいんですか、それとも投げにしたいんですか。いや、あんまりしないんですよ。しないんです。それ体の状態を整えていくんです。そうそうそう。だからみんなあの公園、あの僕のイメージでは公園にみんなが集まって、うん、なんとでしょうか、なんか結構ゆっくり動く。そう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 。それね、ちょっとうちはあの話でね、ちょっとちょっと恥ずかしいところではありますけども、太極拳の中で封建社会的な考え方なんですよ、はい、だから公園でやってるところ基本的に太極拳とは言えないんですね。あ、そうなんですね。で、あのどういうもんかっていうと、あのはい、おぉ、はい、はい、で、大丈夫。ああ、そうそう、はい、おぉまあ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 、あのこの、これね、家の罰ゲームです。で、だからこの状態、ちょっと、この時おぉおぉおぉ、少しでも、どういうこと。どうぞどうぞ、やってみてください。はい、全然、全然
首折れる、ちょっと やってみたら、首折れるから。